マーティは1953年に放送されたアメリカのテレビドラマ及び1955年に公開されたアメリカ映画。共に監督、演出をデルバート漫画、脚本をパディチャイエフスキーが務めた。ニューヨークの下町、ブロンクスの肉屋で働くイタリア系アメリカ人、マーティは34歳。心根は優しいが太っていて部男であることからうまく、 女性と付き合えない。一緒に暮らす母、テレサや知人は早く結婚して、家庭を持つよう口うるさく言うが、デートも思うようにならないのだ。出会いを求めて行った、ダンスホールでマーティは、容姿のせいで男性から置き去りにされたクララが、密かに泣いているのを慰めた。二人はその夜意気投合し、楽しい時間を過ごすが、恋人のいない友人。 アンジーや結婚を進めていた母さえも、クララとの交際を喜んでくれない。NBC の単発テレビドラマ番組、テレビジョンプレイハウスの1エピソードとして、1953年5月24日に放送された。当時のテレビは VTR が開発される以前であり、実用的な収録技術がなかった。そのため、このドラマは生放送であった。 このドラマが生まれたきっかけは、以前にデルバート・マンとチャイエフスキーが、同じ、ザ・グッド・イヤー・テレビジョン・プレイハウス枠のテレビドラマ、ザ・リラクタンとシチズンのリハーサルをしていた時のことである。リハーサルに使用していたホテルでは当時、休婚者による、お見合いパーティーが行われており、その会場に男女がダンスをする、胸の案内が貼られていた。 これがチャイエフスキーの目に留まり、ダンスフロアにおける男女の恋愛劇を考案。すぐさま、デルバート・マニア、プロデューサーのフレッド・コーに提案し、執筆したのが、本作品である。本編の映像は、キネコでの録画により、フィルムで現存している。1963年2月17日から20日に、ニューヨーク近代美術館で開催された、テレビジョン USA。 13 Seasons ズズという展覧会では、このキネコフィルムが公開されたことがある。また、かつて VHS で、ビデオソフト化されたことがある。近年では、アメリカ国内において販売された、The Golden Age of Television という3枚組、DVD セットの中に、本作品が収録されている。アーネスト・ボーグナインとベッツ・ブレア1955年4月11日に、公開。 主役の心優しい部男マーティは、悪役俳優だった、アーネスト・ボーグナイン、ヒロインの美人だが冴えない女、クララは、ベッツィ・ブレアが演じた。等身大の男女の恋愛映画との評価を得て、ヒットした。なお、エスター・ミンチ・オッティとジョー・マンテルが、テレビドラマ版と同じ役で出演しており、監督や、脚本もテレビドラマ版と同じく、デルバート・マンとチャイエフスキーが務めた。 第28回アカデミー賞で8部門にノミネートされ、作品賞、監督賞、主演団優賞、脚色賞の4部門を受賞した。また、第8回カンヌ国際映画祭において、最高賞であるパルムドールも受賞している。アカデミー作品賞とカンヌの最高賞を同時に、受賞した作品は、失われた週末と、パラサイトハンチカの家族と、マーティだけである。 ブロンクスの精肉店を営む独身男、マーティー老いた母親と二人暮らしの彼は、周りから結婚をせかされているが、容姿にコンプレックスを抱いていた。ある日、友人に誘われていった、ダンスホールに美人だが冴えない女、クララと出会う。二人は、意気投合し、互いに惹かれていくが、彼の友人や母親は彼女に興味を示さない。そればかりか反感さえ匂わせる。 周囲の目を気にしたマーティは思い悩み、約束した夜のデートをすっぽかしてしまう。日本語を吹き替え初回放送1967年4月1日、土曜洋画劇場21時 -23-00、日本語版、テレビドラマ版と同じく、ロッドスタイガーを起用する予定もあったが、スタジオとの契約上の問題で、ロッドを自ら降板した。映画、 クイズショーで800兆をしろと言われて、ユダヤ人ハービーは誰でも知っているのにわざと、ハトバと答えて負ける場面がある。ありがとうございます。